はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。脳みそ筋肉エデュエリストリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはあの重装武者弁慶っていうモンスターをご存知でしょうか。このモンスターあの世界一強いとあの言われていまして、通常の攻撃に加えてこのカードに装備された装備カードの数だけ一度のバトルフェール中に攻撃ができるっていう本当にぶっ壊れた効果をしてるんですよ。まあこれ多分次のその制限改定で規制されるんじゃないかと言われてるんですけれども、あのこのカードにですね、あの装備カードを死ぬほどつけてぶん殴ったらめちゃくちゃ強そうじゃね。わかる？その要するに装備カードの数だけ攻撃できるってことは、装備カードで強化してあげて、でさらにぶん殴っていけばもうやばいことが起きるわけですよ。まあその5連打とかできるわけですよ。なんか5000で5連打みたいなことができるんですね。なので、今回はですね、このね、弁慶さんを出して装備カードをめっちゃつけてぶん殴るっていうね、あの世界最強戦術をねお見合いしていきたいと思います。ランクまで、まあ、出し方としてはですね、まあ、基本的に素引き、または、ゴードンによるドロー、または、造影によるサーチ、または、エクスパラディン、を経由したイゾルデからのリクルートとなっております。でそこに、ひたすらに脳死で魔導士の力なり、ガーディアンの力なり何なりをつけてぶん殴るだけです。めちゃめちゃ簡単。デュエルスタンバイ。クソラッキーですいません。なんかちょっとだけ勝てんの思うんだよこの引き。めちゃくちゃふざけて作ったんですけど、これちょっと信じられないこと言っていいですか。今まあちょっと相手の天下が弱いってのもあるんだけど、フォトンサンクシャル OK。今ね、このデッキで今ね、3連勝してるんだよね。え、このデッキで3連勝してるの俺天才すぎない？これこのデッキで3連勝してるの俺天才すぎると思うんだけど、これさすがに遊戯王のセンスがあると言わざるを得ない。もうこれに関してはね、ちょっと相手の手が弱かったっていうのもあるかもしれないけど、うん、出た、ギャラクシーストルジャー、いいだろう。なんかわかんねえけど、ちょっと頑張って展開してくれ。まあその後俺はちょっとやべえモンスター爆誕させてよ。お前もあの絶望の淵に沈めてやるからよ。あ、いいだろう。あ、いいよ、もう全然いい。でギャラクシーアイズフォトンドラゴンを回収していくスタイルね。はいはい、いいでしょう、構いませんよ一切。さあギャラクシーストルジャーの効果、やべえ、これインフィニティいくぞ、これインフィニティいくぞ、これインフィニティはきついな。うわー、ちょっとそれは聞いてないですね。ギャラクシーアイズデッキじゃなかったの？ギャラクシーアイズデッキって言いながらさ、サイバードラゴンインフィニティが先行のエースモンスターなの、このデッキどうかしてたろ。ふざけやがってよ、ったくよ。なんでギャラクシーストロジャーは機械族なんだよ、戦士族にしとけバカ誰が。まあそう言うとね、サイバーデッキもギャラクシーストロジャー出張してますんで、サイバー使いからふざけんなって言われそうですけどね。ユニオンキャリア、何お前それでドラゴンバスターブレード装備しようってか。出た、これクソムーブね。あ、違えわ、フォトオービタルか、なるほど、フォトンオービタル、まあまあまあフォトオービタルはいいわ、フォトンオービタル。あとドラゴンバスターブレード装備できねえからね。あー、でギャラクシーウィザードね、はい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 、いいよ。だくよ、クソのゲーソリティア見せつけやがってよ。遊戯王っていうゲームがどういうゲームか思い知らせてやる、っていう、いきり散らかしてるんですけど、あの弁慶さんかあのモンスターが引けないと世界終わるっていう。私の場合はね、このハンド、まあ今手札は留意層となっておりますが、さあインフィニティのここだ、吸っていく。なるほど、いいよ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 、まあユニオンキャリアは吸っていくスタイルね、オッケー、いいだろう。で次のターンの準備をしておいてインフィニティでエンドで、私のターン、まずは一旦ライトニングストームとかいう最強カードでインフィニティを踏みに行く。でインフィニティの無効効果はここで使わざるを得ない、使わざるを得ない、よし、インフィニティの効果を使わざるを得ない、いい、オッケー。そして俺は満を持して強欲で貪欲の壺を発動し、うららを撃たれて負けるまで見えた。あ、通る、あ、来た、やばいの来た、弁慶召喚来た、え、いいの、魔導士の力装備、あれあれあれ、カイトさん、あれ天女カイトさん、どうしました。あれ、顔が白くなってますよ、大丈夫ですか。ちなみに今弁慶さんは今5連打ができますよ、これ5500ダイレクトアタック5連打対戦ありがとうございました。
クソデッキすぎる。さあ、今日はいけるかった。やべえ、めちゃくちゃ巻き込んできた。さっきさ急にさ4連勝ぐらいしてさ、うわこのデッキ最強って思ってたんだけどさ、急に5連敗ぐらいしてるんだけど、これどうしたねこれ。お、出たギャラクシーアイズ。ギャラクシーアイズは結構相性がいいぞ。割とね、あのね、さっきね、あのインフィニティをねドヤ顔で立ててきたね、あのやからにはね、あの一瞬でね弁慶さんのねぶん中で読みしてねぶち殺しちゃったんでね、さあどうする？フォトンオービタルか、いいだろう。フォトンオービタルを装備していく。でこれであれか、ギャラクシーストルジャー持ってくるやつか。いやこれまたインフィニティが立つか。これ持ってくるのは、あーはい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 、そいつね、はいはい、バニッシャー OK で、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンを手札に加えていく。なるほど。で陣掛けトレードイン来た。トレードイン発動で墓地にギャラクシーアイズ行った。これで、手札は4枚。これあれですよね、でも普通だったらそこギャラクシーソルジャーでなんかレベル5、2体並べてくるような気がするけど、2体で、あ、ギャラクシーソルフェア、オッケー。2体目ね。で、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴン回収ね。なるほど。それ出すことできんの？あー、ニフセ。なるほど。あ、なるほど。なんかあんまり見たことない展開来たな。まあ、一旦ちょっと増援したいんだけど、なんかあります？これ要するに通常召喚しかできないですね。特殊召喚したモンスターはソルフレアで破壊されちゃうので、まあ、一旦ゴードン打って、でめっちゃドローする、でめっちゃドローする、装備カードめっちゃ来た、オッケー。いいんじゃない、割と。とりあえず弁慶召喚なんかあるないね。進化する人類装備するけどなんかあるないね。サイコプレイドはいけるぞ、これはいける。なんもない。よし、ブラフだ、あれ。あれくせブラフや。いけ、弁慶さん。うわー、ギャラクシースプレアをぶち殺せ。もう一連だ。ゆっけ、弁慶さん。うおー、弁慶最強。うおー、弁慶最強。弁慶マジダメんな。勝率。20% くらいはありそうだな。あ、勝率なんか 5% くらいかなと思ってランクもやってるんですけど、なんか言うて 20% くらいはあるんじゃねえかなっていう気がしてきてます今。まだゴールドプラチナとかその辺ですけどね。全然ダイヤタイとかには行ってないので、そのなんかガチゴリゴリの環境デッキと渡り合えてるとかは全くないですけど、でもね、正直ランクもなんかやってて、いやゴールドプラチナあたりが一番楽しいなと思いますね。ダイヤ帯になるともう本当になんかパワーカードのなんかぶつけ合いなので、その先行制圧返せなすぎるか、その高校でなんか理不尽になんか怪獣とかでリリースされるか、どっちかだと思うんですよね。なんかゴールドプラチナあたりがなんか遊戯王を一番楽しんでるんじゃないかなと俺は思うんだけど、みんなどう思う？ダイヤはなかなかに厳しい環境が待ってると思います。なんかマスターデュエルのそのなんか良くないところが全面的に出ているのが、まあ、ダイヤ帯なんじゃないかっていう気はするんだけど、まあ、そもそも遊戯王ってそういうゲームですけどね、こういうなんかサイバーエンジェルとかこういうね、あ、なんか弱くね、なんかサイバーエンジェルみたいなモンスターに対してこの弁慶をぶつけていける喜びね。ちょっと待って、これは一回チューンナイトで、これイゾルデムーブから弁慶出す感じですね。これ一旦イゾルデムーブ出して、で弁慶出して、弁慶に死ぬほど装備してぶん殴っていくと。さあイゾルデの効果はそう、デッキより装備カード4枚墓地に送り、4枚ものカード墓地に送るぜ。4枚は送りすぎだろ。4枚のカードを墓地に送り、デッキより現れなさい弁慶さん、特殊召喚、そしてサイコブレードを発動。サイコブレードの効果によって
2000ライフポイントもの超高額ライフを支払い、弁慶さんに装備、さらに俺は聖剣ガラティーンを装備、さらにガラティーンは1枚か、ガーディアンの力装備、うわー最強弁慶さん爆弾バトルビーズ行け弁慶さん、相手のマンジゴットを蹴散らせ、うおうおー弁慶アタック最強、えなんだっけこいつ効果、自分の儀式モンスターが攻撃対象を選択したときにその攻撃を無効にする、あそんな効果あったっけ、えやべえ忘れてた、こいつそうじゃん、こいつ一生攻撃無効にされるやん、えこれどうすんのこれあ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 れこれどうすんのこれ、やべえ完全に忘れてたちょっと待って、勝ったと思ってたら全然勝ってねえやつ、やばすぎ、まあでも破壊耐性がねありますから、で弁慶さんは破壊耐性があるこれトロイミアユニコーン出してバウンスしないとダメだったのこれ、マジかよ完全に忘れてたわ、そういえばそんなのがあったら攻撃無効にしてみたいな、これもしかして弁慶さんパクろうとしてますあれあれあ、あれあれおい無法を起こされたぞ、おい弁慶、おい弁慶お前何してた、何お前無法を起こしてんの、おいお前何してた、おい弁慶、弁慶さんやめてください、そんなことは、そんなことをしたが、うわー弁慶さん何してんすか。